リズリーと子供たち、1844の歌川、カオルイン、大番西系三枚族、藤岡屋慶次郎源氏元年講師、3月28日より5月まで横浜居留地にて、終点軸破来の軽技の見せ物。編者中、リズリーの本名は、リチャード・アール・リズリー・カーライル。1814年アメリカ生まれ、1841年、サーカス団員となり、 1858年、ロンドンでサーカス一座を結成、アジア、オセアニア地方へ巡業に出る。1864年3月6日、10人の芸人、矢頭の馬と共に横浜に到着、3月28日に初日を出した。テントの収容人員は500人余り、5月に解散した。この一座が、 現在、日本で興行したことが、はっきりと確かめられる、最初の西洋曲場である。帝国日本芸人一座の、工業ポスター、アカデミー・オブ・ミュージック、リチャード・リズリー・カーライルは、アメリカ合衆国の曲芸師、サーカスの興行主である。リズリー教授、の芸名で出演した。仰向きに寝て、足で子供をジャグリングする技は、リズリー・アクトという名前が付けられている。 幕末の1864年の横浜居留地にサーカス団を率いて来日し西洋式のサーカスを日本で初めて興行した。また日本の芸人を組織して一座を作りアメリカで興行したニュージャージー州のバーリントン郡で生まれた。1833年にフィラデルフィアの女性と結婚するが1年後に妻の父親から訴えられることがあった。 リズリーがサーカスに出演した最初の記録は1841年でリズリー先生の芸名で知られるようになった。1850年より前のある時期にムービングパノラマという演目で他のサーカス演者から模倣であるという非難を受けたことがあった。サーカス芸人としてはリズリーアクトを最初に言った人物としてギネスブックに登録されている。この技は 演者が台に背中をつけて横たわり、子供を足でジャグリングするものである。ハンロン・リーズといった曲芸師たちも演じた。リズリーはこの技を1840年か1841年に開発した。足でジャグリングするものが子供でなくても、リズリーアクトとか、リズリービジネスとか、リズリースタントと呼ばれる。1864年にサーカス団を率いて、 日本の横浜居留地で興行したのが日本で西洋式サーカスの最初の興行とされる。横浜居留地内でしか興行が許されなかったので、最初は多くの観客を集めたものの観客の足が遠のくようになり短期間でサーカス団は解散した。リズリーはしばらく横浜にとどまり、2年後には収入を得るために別の仕事で生計を立てるために日本で最初に 牛乳や氷を売った人物として記録されることになった。逆に日本の芸人を組織し、帝国日本芸人一座を作り、アメリカのフィラデルフィアで1867年に1ヶ月間、興行した。ありがとうございます。